どうぞ横になってください。診断がまだなんです。待合スペースで待ってください。あまり僕の脳に難癖をつけて楽しむなよ。こんな症例見たことある？この状態で会話できるのか？あの子どうしたの？2週間前から嘔吐と呼吸困難、痙攣の症状があるけど、血液検査を嫌がるから原因が分からなくて。じゃあ僕が見てるよ。大丈夫？そう、じゃあ7番の患者のところにいる。おじさんはこれだ。君は？海賊っぽくしたかったんだ。そう見えるだろう。ダメか。だったら眼帯つけようか。だったら手をフックにするか。笑ったな。海賊は子供を怖がらせるもんなのに。だけど子供が勇敢じゃ難しい。君は勇敢な子か？わかんない。怖い時には小屋に隠れるよ。無農薬の野菜作りでパパが使ってる小屋。その野菜を食べてるのか？そうだよ。ブロッコリーも食べる？じゃあ間違いない。君は勇敢な子だ。君はすごく勇敢な子だから、髪の毛を一本くれないか。ここに植えたらブロッコリーみたいにどんどん生えてきてくれるかも。待ってて。ちょっといいですか？何でしょう？お宅の野菜は無農薬じゃない。一体何の話？あの子だが、慢性の有機リン系殺虫剤中毒だ。父親の道具小屋で吸った。呼吸困難などの症状の説明がつくし、一番の決め手は極度に収縮したピンホール瞳孔だ。髪の毛を調べるといい。その間にアトロピンを投与しろ。すぐに良くなる。お待たせしました。良くなりたい？だったら野菜を減らして、これを1日1個。ありがとう。
師のアンドレア・ファンティ、この病院の内科医長です。ついこの前までは。公演は明日の朝にしてほしい。わかりました。木曜の朝まで戻らないが、連絡はいつでもつく。はい教授。よし、では行ってくれ。ありがとう教授。急いでるんだ、30秒で話せ。救急外来の女性に問題があります、うん、体温 38.2 度、血圧90の50、脱力感と腹部に痛みあり。解熱剤と血液検査、観察のための入院だな。それが問題か。問題は入院を拒んでることで、ニューロ感染症の再発だと信じてます。だったら返せばいい。1週間で戻ってくる。めまいもあります。立つとき分かりました。後部硬直は？あ、いえ、髄膜炎では。家族に癌患者は？いません。とにかく CT を取りました。おはようございます教授。おはようございます。白血球値は？高いです。ヘマトクリット値は？良好、 38%。おはようございます教授。決算をもう一度やってもらうんだな。血液培養と尿培養も。依頼しました。おはようございます。おはよう。おはようございます。こちらの23番の患者さんですが、症状は高熱と、それから。なぜ患者が立ってる？動いていい時は言うので、それまでは休んでいて。失礼、あなたは？医長のファンティ先生です。あ、よろしく。私はアリーチェ・リバーリ。挨拶はいいから横になって。私横になってる暇なんかないのよ。産休から仕事に復帰したばかりだから。こっちが頼んできてもらったんじゃない。私が来たのは救急外来であって、ここには。座って、ベッドに。最初に脇腹の痛みを感じたのは？昨日の夜、2ヶ月前にもあって、その時はただの尿路炎症だったから、結石を取って抗生剤で収まった。今日はかかりつけ医がいなくて、だから救急外来に行ったらなかなか見てもらえなくて、ここに連れてこられた。これまで貧呼吸は？呼吸は正常でした。シャツを脱いでもらえますか？抗生剤をくれたらそれで。言う通りにして。深呼吸して、口で。なぜ起用歴に経費的人災石術が書いてない？言われなかったので。私が血石を取った方法、どうして分かったの？あなたが言わなくても体が語ってる。背中にはまだその跡がはっきり残ってる。だいぶ前だし、もう良くなってる。関係ないでしょ。ロレンツォに連絡して、すぐ心臓のエコー検査だ。了解。待ってよ、心臓は問題ないの。いいから抗生剤をちょうだい。帰るから。ダメです、聞いて。私が医者で、あなたは患者。私が決め、あなたが従う。分かった？分かった。安心して。私だってあなたに出て行ってもらいたい。自分の足でね。お願いしていい？ええ。パベージさん。ファンティ先生と話したい。患者さんのご家族とは話さない方で。わかりました、先生に行ってみます。待っててください。先生の手が空いたら呼びますから。よろしく。
39番の担当は、うん、誰だ。僕です。なぜ患者がいない。僕が一時退院の許可を出しました。娘さんの結婚式で。娘の結婚式。はい。乾杯は炭酸水でって約束で。白衣を脱げ。39番の患者は重度の肝疾患を持つアルコール依存症だ。なのに結婚式に行かせるとは。でも教授、アッティリオだって自分の状態を。この課ではいつから患者を名前で呼ぶようになったんだ。患者は信用できないってことがまだわからないようなら他の科に移れ。教授、ダリオが今すぐ患者に電話して外出許可を取り消せば。君がなりたいのは医者か弁護士か。今なら他の科に欠員が出てる。なんなら事務局に連絡しようか。行っていい。世間にはこんな言葉がある。二度目のチャンス、聞いたことないか。39番が昏睡状態で戻ってもか。あの二人は。新しく来た研修医だ。アルバ・パトリツィとリッカルド・ボンベーニャ。ようこそ。どうも。あなたたちの医長は嫌なやつね。うん、これを使ったとしても彼の心は見つからない。患者が嫌いなら医者なんかやめればいい。嫌ってるんじゃなくて距離を取ってるだけ。俺も蚊は嫌いじゃないけど距離は取りたい。私は蚊と同じってこと？違います。その人は無視して。それより優しい医者と治せる医者どっちがいい？少し寒いんだけど温度を上げてもらえない？何か問題が。違います。ええ、もうすぐ終わる。ねえ、どう？体温が上昇し血圧は低下。パラセタモールのバイアルを用意して。おい、エリーザー、早く。大丈夫ですよ。打ちます。深呼吸して。どうぞ。落ち着かせましたが体温は 39.1 度、血圧は70の40に下がっています。リバーリさんに何をしてるの？白衣は、たとえ院長の君でも私の科では必須だ。ご主人から抗議が来た。彼と話して。医者でもないご主人に彼女の何がわかるんだ。心臓に問題があるという根拠は？患者の話ではなく心臓の音を聞いたからだ。エコーで確認した。エコーでは問題ない。心臓は良好よ。経胸壁心エコーは完璧じゃない。尿検査によれば感染症よ。本人が言う通り。最近のオペで心内膜炎のリスクが高まっています。そんなこと言ってる間に感染症が悪化したらどうするの？抗生剤で症状は収まる。だが他の臓器に感染症が広まっているようなことがあれば。リバーリさんは良くなりたくて来たの。あなたに荒探しされるためじゃない。それだったらとりあえず抗生剤で治療を始めて一週間後に様子を見ては。わかった。まず抗生剤だ。だが心臓の検査も行う。でもエコーで何も見つかってない。軽食動心エコーだ。あの患者に軽食動心エコーは危険よ。パベージが亡くなった後でリスクは犯せない。23番の患者には何の関係もない。あなたは調査対象よ。過失の疑いと何百万ユーロの賠償金の可能性がある。明日には捜査が入るのよ。パベージの死は過失じゃない。罪に問われることはないよ。あなたがリバーリさんの話を聞かずに死なせたら。話を聞いていたら死ぬね。従わないならあなたが責任を取って。医者だったのならわかるだろう。責任は常に医者にある。
めん、今は。すみません。患者が軽食動心エコーを拒否し、抗生剤をもらって自主退院します。出ていくのに挨拶もなし。いいでしょ。先生を見るたびひどくなるんだもの。あなたの心臓が止まればそれ以上悪化することもなくなる。間違いを認めたくないから脅すのか。知ってほしいだけだ。奥さんが私の言う検査を拒んでここを出れば死ぬかもしれない。一週間で。あなたは妻を亡くし、子供は母親を。私は何も変わらない。いつも通りだ。では失礼。何も変わらないならどうして、なぜそんなに説得したいの。死んだ人より生きてる人にだから言っただろうと言いたいからだ。ミュンヘンじゃなかったのか。朝には立ちたかったんだがね。日曜のランチは。ここから出られたら行くよ。ん？キャンディーは。ああ、イヴァン待ってたのよ。先に部屋を回ってて、すぐに行くから行って。退院の許可書にサインをお願いできます。あのピエロを追い出せ。カロリーナの電話に出ないそうですね。無視するな。ピエロじゃありません。パッチ・アダムスのスマイルセラピー、知りません？彼は医者でも患者でもない。病棟が楽しくなります。ここは病院だ、観光スポットじゃない。治療はあなたが決め、環境は私が決めます。嫌なら看護師長を変えてください。ほらね、楽しくなったでしょ。楽しいんじゃない、怖いんだ君が。待って、パベージさんがあなたを待ってます。話したいそうですよ。パベージ、ここで亡くなった青年の父親です。家族と話をしないのは知ってますけど。パベージ、もう一度。それが何か。パベージさんをお忘れなく。別に、ただカルテを調べてたんだ。序盤にパベージのやつか。いや違う。どうしてそんなもの。あの青年の死因が分かった。おそらく誤ってサトナルを投与したんだ。その薬は彼ではなく同姓同名の別人のものだった。別人に退院許可を出したとこだ。本当なら馬鹿げた悲劇だ。確かにそうだな。なあ、この件は後で教えてくれ。今急いでるんだ。ちょっと待て。カルテに抜けがある。そんなバカな、何か勘違いだろう。いや、パベージが死んだ後一度記録を確認したんだ。誰かが持ち出した。まさかそんな、ありえないだろう。君なんだな。だからここにいた。
誤ってパベージに里なるを与えた。だから証拠隠滅か。やめてくれ、馬鹿げた言いがかりだ。付き合ってはいられないよ。おい、ちょっと待て。馬鹿げた言いがかり？ん？サトナル、君のサインだ。だけど、どうして隠すんだ？重大な過ちだが誰にでもある。私だって。でも君は医長だ。私はただの病棟医なんだ。アンドレア頼む。長い付き合いだろ。二度目のチャンスをくれるよな。あ、ミスをしたから。ついバカなことをした。信じてくれ。それだけじゃない。何か考えがあってカルテを隠したんだ。ないよ、そんな。何を考えてるって言うんだ。緊張する？少し。音楽でもどう？じゃあお願い。彼女はアルバ・パトリツィ。今日が研修の初日なの。気になった？答えはイエスだ。うちは美人しか入れない。気にしないで、ラッツァリニ先生は冗談ばっかり。俺のユーモアを受け入れないのはジョルダーノ先生だけだな。あ、それではまずは横に。横向きになって、アリーチェ。ゆっくりね。どう？大丈夫？これがプローブ。ん？うん。これが食道に入ってって、心臓の高さまで行く。そこで超音波検査をして、何もなければあなたにこの内視鏡を貸す。そしたらファンティ先生に使えばいい。好きな場所にね。わかった。ほらな、君だけが笑わない。早く始めて。それでは。これが心臓。右心室は異常なし。あと少しの心房よ、アリチェ。あと少し。右心房も異常なし。左心室も異常なし。頑張って、あと少しよ。高頻度の心房細動を起こしてる。内視鏡を抜いて除細動を行う。ダメよ、検査を終えて。内視鏡を入れたままじゃ除細動ができない。検査を終えてから除細動よ。あれば除細動器を用意して。エネルギー設定をして、パドルを用意して、行ったらすぐ渡して。終わった？いや、弁が見つからない。脈拍が上がってる。このままじゃ命が危ない。用意してて。信じられない。何が？後で。さあ急いで。仰向けに。あれば早くパドルもらった。除細動は私がやる。チャージ、ベッドから離れて。3、2、1、離れて。心房細動が続いてる。もう一度、チャージして。3、2、1、離れて。もう一度、チャージして。3、2、1、離れて。アニアゼ、あ、このメッセージを聞いたらすぐ連絡をくれ。さっき重要なことが分かった。教授。入って。失礼。軽食動心エコーは？心臓にも影響が出ていました。バクテリアが一つの弁を侵食してます。患者はオペ室です。あなたが見つからなくて先に。よくやった。ただ今はちょっと問題があって。あなたが強く言わなかったら抗生剤だけで彼女は死んでたかも。あなたが救ったんです。みんな反対したのに。みんなではない。
ごめんなさい。いや、そんな。誰かに見られたら大変。君は悪くないよ。私だ。さっきあることが分かってね。何です？何？すぐ行く。39番です。娘の結婚式の。アルコールで昏睡し搬送された。決して患者を信用するな。今夜話そう。ミュンヘンに行くんでは？あれはキャンセルした。後で迎えに行く。待ってます。お疲れ様です。ああリッカルド、特別扱いはしない。君も他のみんなと同じだ。僕は他のみんなと同じです。教授、まだパベージさんが待ってますよ。分かった、会ってくる。ファンティ先生。パベージさん、お待たせして申し訳ない。うるさい、黙れ。何です？俺たちのことなんかどうだっていいんだろ。息子は熱を出しただけなのに、お前に殺された。ただの熱だった。調査がある。公正な判断が下る。いいや、医者はどうせ逃げる。今回は違う。とことんやるということを約束しよう。いいだろう。こっちもとことんやる。待つんだ。落ち着け。ちゃんと説明する。まだ分かったばかり。準備できました。メス。ただいま。水道屋さんかと思った。水道がどうかした？そう、また食洗機が壊れた。ただいま、お姫様。今僕も手伝うよ。すごいニュースがあるんだ。マッティアは？出かけてる。ああ、ならよかった。パパの大好きなキャラメルを買ってきたけど、この前みたいにここに置いて盗まれちゃ困るからね。ママを手伝ってくる。マッティアを見たら教えて。本当にマッティアは中にいないか？男の子っぽい匂いがするんだけどな。そうか、見たら教えるんだぞ。出たな、キャラメル泥棒め。捕まえたぞ。逃がさないからな。どうなるか分かってるな。覚悟しろ、キャラメル泥棒め。パパに見つからないとでも思ったか、こいつ。ほら、捕まえも来い。それ、サソリの刑だ。もういい、もういい、ここまでだ。ねえパパ、僕キャラメル食べてもいい？ルールは食べるのは1日1個。そうだ、よろしい。今度こそ水道屋さんよ。僕が出る。キャラメルはこれ美味しいよね。目を覚ましそうよ。おはよう。私の声が聞こえる？あなたの名前は？アンドレア・ファンティ。あなたは誰？私はファブリッツィア、ファブリッツィア・マルテッリオ。
ここの外科医長。まだ麻酔が効いてるから仕方ない。エンリコ、いや何が起こったんだ。私のことが分かれば回復可能だ。何が。サンドリ先生はふざけてるだけです。テレーザ、シワガール、老けたな。心配ないですね。頭を打たれ4時間のオペ、5時間の昏睡でも変わらずクソ野郎。頭を打たれた。アンドレア、患者の父親が君を殺そうとしたんだ。息子の死がお前の責任だと言ってね。弾は前頭葉をかすめただけだ。子供たちはなぜ聞くんだ。なぜって、一緒に家にいたんだ。怖がってるか。アンドレア、今日がいつかわかるか。カロリーナとマッティア、カロリーナとマッティアは。心配しなくていい。撃たれたのはお前だけだ。プロポフォールを注射して。なあアンドレア、合わせてくる。今日の日付は。会いたい、妻にもだ。質問に答えてくれたら何でも聞いてやる。本当にマッティアは仲良くないか。男の子っぽい匂いがする。6月9日今日病院と契約した。何年の。2008年だ。うちに帰ると子供たちがいて、妻はキッチンに。呼び鈴が鳴って修理の人かと思ったが、患者の父親だったのか。そうだろう。この数日、鎮静剤を与えながらできる限り検査をしてきた。結果、銃弾が教授の特定の記憶だけ消し去ったことが分かった。どの部分です。過去12年の記憶だ。12年すべて。逆行性健忘症の症例だ。アンドレアは現在人生のこの地点だが、本人が思ってるのはここ。ここからここまで覚えてない。12年ということは、ひょっとしてあの悲劇もよ。そう、あれも覚えてない。それは不可逆的なのか。つまり彼の記憶が戻ることはないのか。何とも言えないが難しいだろう。ああ、教授はまだ何も知らない。本人が何の準備もないまま真実に触れるようなことは避けなくては。ショックだからな。本人のためだ。携帯は没収しました。ああ、だが持っていたところでパスワードを覚えてない。今は誰も会うな。落ち着いてきちんと説明するまでは彼を休ませたい。わかったな。でも仕事を止めるわけにはいかない。新しい医長に私はサルドーニ先生を推し、理事会も承認してくれた。あとは本人次第よ。受けてくれる？もちろん、やらせてもらう。これは暫定的なもので年功序列による決定よ。でも正式なものになるかも。ありがとう。光栄だ。信頼に応えられるよう努めるよ。以上よ。問題はここからだ。アンドレア。家族は。ああ、来てる。だがまずは見せたいものがある。なんだ、僕のカバンじゃないか。開けてみろ。僕が医長って。パンドルフィ教授に見られたら一生からかわれる。それは事実だ。事実って。他も見ろ。
これはお前の電話だ。ボタンも何もない。今の携帯はそうなんだ。今のってなんだ。銃撃のせいで記憶をなくした。今は2008年でなく2020年だ。病院と初めて契約を交わしたばかりなんだ。何年かはわかる。それは12年前だ。そんなわけないじゃないか。家に帰ったら妻がいて契約のことを話そうとしてた。食洗機が壊れてた。覚えてるよ、ちゃんと。息子のマッティアはいつも通りふざけてテーブルの下に隠れてた。じゃれ合った時の匂いも覚えてる。あれからそう、せいぜい3日だ。妻はどこだ。アンドレア。何があったんだ。エンリコが話したでしょ。嘘だろ。私も12年前の姿のままなら嬉しいけど、老けたわ。とんでもない。すごく綺麗だ。どうした。私たち前とは違うの。え、別れたのよ8年前に。僕らが。ええ、考えられない。結婚は続かなかった。別れるしかなかったのよ。子供たちは何て言ってた。もう子供じゃないの。大丈夫パパ。カロリーナ。そう、私よ。待てよ、来てるのか。マッティアはいないわ。10年前に心不全で死んだの。じゃあおやすみ。
何かご用ですか、先生。いいえ、ごめんなさい、ベッドが違った。I found you in the dark. I don't think that it's done. And now just kiss me hard. Kiss me hard. I found you in the dark. Don't you dare break in my heart. And now just kiss me hard. Kiss me hard.Ghost in the mirror, whispering my name. Whopper and rain, and you're still not here. People are talking, no friends around me. I lock myself and walk in a room.I found you in the dark. I don't think that it's done. But now just kiss me hard. Kiss me hard. I found you in the dark. When the night never will be done. But this love is falling down.これがお前の脳の画像だ。アルツハイマー患者の脳に似ている。だがお前の思考は実に明晰だ。褒め言葉と取るよ。実際そうだ。こういう例は世界で18件確認されている。その一人は確実に記憶を回復している。スイスのルガーノ湖でヨットを見ていたら失った記憶が戻った。記憶なんか戻らなくていい。何を言ってる。息子を失った。それに妻も。
な記憶はいらない。お前は医長になって大勢を救ってきた。カロリーナの成長も見た。お前は生きてる。いつも患者に何と言ってた？覚えてないな。私が医者で君は患者。それから私が決め君が従う。嫌なやつだな。最悪だよ。だが今はお前が私の精神物理療法に従うんだ。2週間後にはお前の科に入院する。どうして僕の科に？ここ数年お前がほとんどの時間を過ごした場所だ。お前の記憶を呼び覚ますためのヨットはあそこしかない。ねえ、聞いた？ん？何？教授がここに入院する。入院って何のために？サンドリ先生は教授がここにいれば記憶が戻るかもって。つまり教授が患者？嘘だろ、地獄だな。私が担当する。ジュリア、聞いて。思うんだけど、物の見方を変えてみたら。何が？銃撃に記憶喪失。これは君にはいいきっかけだ。きっかけって？次に行くための。君はもう待ちすぎだよ。君は教授にはもったいない。もう待ってなかったの。アンドレアと付き合ってたの。数ヶ月前からよ。二人だけの秘密。じゃあこんなことになったのは辛いね。残念だ。記憶が戻ればいいのよ。きっと戻る。大丈夫。お待たせしました。よくなりたい。じゃあ野菜を減らして、これを1日1個。ありがとう。
Thank you.